はい、皆さん毎度毎度、はい、ドライカットの切り方ね、ドライカットの切り方ね、ただ切りゃいいんだよ。ただ切る前に見る、よく見る、観察するね、よく見る、観察するね。お客様の話を聞くだね。お客様がね、何に困ってるのかね、どうしたいのかね、長さをどのぐらい着たいのかね、まあ、基本的なことだよね。それをまず聞くってことだよね。乾かしてね、自然に乾かしてね。あの中学生高校生なんかアイロンかける子はやっぱりアイロンかけなきゃダメだね。アイロンかけて、必ずアイロンかける子はアイロンかけて、ストレートアイロンかけて、それからカットだね。アイロンかける子はね、おばさんなんかの場合はまあナチュラルに乾かした状態でね、まず見る。でここがこう長いなって見えるでしょ、ピンと合ってる、ね、この辺がちょっと長いなって見える、これ見える、この辺、ここが短くてここが長い、しかもグラデーションの入り方がまた違うとか、まず見てね、指で押さえる場合は本当にそっと押さえるね。で怖かったらチョップカットだね、こうやってね、チョップカットで切るかね、ブラントで切るかは、まあその時のね、お客様の希望に応じて考えるってことだよね。カットするスピードだよね。これもね、早くサササッと切るとかっこいいかもしれないけどね、本当に狙って切ってんのっていう感じ、狙って切ってるのが分かるようなスピード感で切るのがいいけどな。指で押さえちゃうともう必ず指のガタガタ、関節のガタガタで必ず線が狂うから、いかにそっと持つかだね、これね。まあ、チョップカットで切っておくのが無難だね。で何でもかんでもね、講習会じゃさ、すぐにこうブロッキングって欲しいんじゃない、ブロッキングって仕切って下のラインから切りましょうって。髪の毛が多い時はね、まあ、そうやって切るかもしれないけどね、逆にそうやると手返しが多くなって掴んで、まあ、チョップカットできるね、また下ろしてチョップカットできるね、手返しが増える、手返しが増えるでしょ、3回同じとこ切んなきゃいけないでしょ。そんだったらまとめて静かに1回で切った方がゆっくり丁寧にね、ゆっくり丁寧に切る時間ができんじゃねえかと、うん、まとめて切った方がゆっくり丁寧に切れる時間、まとめて全部まとめて切るのは手抜きだと思うかね、いや全部まとめてゆっくり丁寧に切れる、3回に4回も分けてるとそのだけ時間かかるから、やっぱり同じ時間で切ろうっていうか、全体切るのにどんどん時間かかっていっちゃうから、もう慌てて切らなきゃいけなくなっちゃうから、どん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 、はい次次次、はいここ切った次、はいここ切った次でね、うん、そうするとやっぱり疲れるんだよ、疲れんの、体がなるべく動いてない方が疲れないから、ただ神経は使うよね。じゃあ逆にブロッキングしながら切ってるのは神経使わないかって言ったらそんなことはないよね。ブロッキングして薄いスライスなら神経使わないで切るかって、それもちょっとおかしな話だよね。だからやっぱりワン、ね、こういう、まあ、空いてあるような髪の毛の場合、長さ 2,3 センチ切る場合はもうブロッキングなんかしないでそーっと押さえてチョップカットで切るのが基本、チョップカットで切るのが無難かな。ブラントで切るとやっぱり綺麗に切りすぎて乾いた状態だからね、もう見た目の悪い線になるから、作風が悪くなるから。でも中にはストレートパーマかけて、ロングの人でストレートパーマかけてピシッとまっすぐ切ってくれっていう人もいいんだよね。そういう人はもうコームで押さえてね、コームで押さえて切ってもダメなんだよね。まだこれはまたそのうち、まあ、そのうちやると思うけど、はい、お疲れ様でした。